青森県道1 7九号をパック道のく横浜停車場線青森県道1 7九号をパック道のく横浜停車場線青森県道1 7九号止まりむつ横浜停車場線は青森県上北郡六ヶ所村から横浜町に至る一般県道である六ヶ所村止まり原で国道三百三十八号から南西方向へ分岐し 下北半島を太平洋側から道の区湾側へ横断する。横浜町の道の駅横浜で国道279号と合流、重複して南進し、JR 大港線を立体交差した後に横浜町上板谷の木で北へ折り返し分岐して道の区横浜駅に至る。横浜町上板谷の木から横浜町間の後の区間は国道279号の旧道である。 なお、道の駅横浜の国道279号交点で、ちょうどを直進すると、約600メートルで、終点、道の区横浜駅前に至る。国道338号から分岐して間もなく、未細走一車線の悪路となり、利号困難な上、一本堂なため迂回もできない。無名の峠を越え、平山高を渡る橋、高見橋を渡った200メートルほど先から二車線。 舗装道路となり、緩やかに下っていく。全路線長の8割が砂利道であり、地元住民も利用を避ける。2012年2月に国道279号線が例年にない大雪に見舞われ交通が麻痺したことを受け、下北半島の東西交通路の弱さが注目された。六ヶ所村幕地区の住人は県などに対して、泊まり地区が 東北電力東通り原子力発電所と日本原燃6カ所再処理工場に挟まれており原子力災害が発生した時の避難路として路線の整備を要望している6カ所商公会は村に当てて県道179号線の整備を求める要望書を提出6カ所村では引き続き県に道路整備を求めていくとしているなお現行の6カ所村避難計画においては 本路線は原子力災害時の避難経路としては想定されていない。今でこそ6カ所村は国道338号線の改良、バイパス化により円滑な車両交通が可能になっているが、かつては北浜街道といえども名ばかりの道なき道であった。特に白地区は北に抜けようとすれば海に落ち込む崖道、南に抜けようとすれば砂浜の上を歩行するしかなく、 昭和末期に入っても、お陸の孤島と,と呼ばれていた。ただ、泊地区は西に隣接する横浜村との関係が強く、山越いの徒歩道を経由して、物資の輸送が細々と行われていた。大正十年に大港警弁船が開通したことに伴い、六ヶ所村の各地区から停車場への交通路の整備、改良が望まれるようになり、この白山道が、 昭和三年に県道に指定される。ただし、指定を受けても整備は進まなかったようで、昭和七年の陳情書では、人馬も通らぬと書かれている。大正十五年の東欧日報は、六ヶ所村の交通事情の悪さを論じて、本村は交通最も不便にして、西は小淵より高額たる原野を過ぎて、大港線有効駅に通じ、 なお、海抜数千尺の森山を越えて、横浜村に至るの山脈ありと報じている。この当時は、太平洋側から、道の区湾へ抜ける道は、小渕から有りへ抜けるか、山道で、横浜へ越えるしかなかったことがわかる。また、東欧年間昭和四年版に見える県道のうち六カ所村を、通るものは、優都停車場小渕三里二十三町、お津とも停車場平沼二里三十町、 道のく横浜停車場、白光三里十二町のみである。これを見るに、今日東西連絡を担っている県道二十四号、横浜町吹越マイナス六カ所村、二股マイナス六カ所村、小渕屋県道五号、野辺地目名マイナス六カ所村、千歳マイナス六カ所村平沼は、まだなく、そもそも、吹越駅がまだできいない、優都停車場小渕線は、 白尾淵間の砂浜道を加えれば、片道八里となり、到底実用とは言いがたかった。一方、白横浜間の道路は、道の区横浜停車場へ、ショートカットできる経路ではある、牛街道と称される、幼鳥として研修になる象形に過ぎず、米味噌にもことかく、白地区の物流を支えるには、力不足であった。こういう背景があり、白横浜間の道路整備は両村にとって、 悲願であった。このため、道路整備の請願が、再三にわたり、県に提出されたが、父として進まず、尊敏をもって、独自の調査や改策が行われてきた。明治二十八年、横浜、白館の道路を改修し、有料道路とする構想の意見書が、村長宛に提出された。いわく、白の海産物と横浜の農産物を交易せしめ、 その往来の打賃で維持費を賄う計画であった。明治三十七年、林道として改修され、以後、横浜営林所管轄の林道として運用される。大正二年、横浜より六カ所に至る泊り山道を改作費として、損費千円を計上。同年、大協作となり、村民は、白山道の改作により、老賃を得るなど、生活対策に追われた。 大正三年、軍道に編入され、軍費を持って回収。大正十年、大港京弁鉄道道の区横浜駅、開業。同年、横浜白道路完成。大正十二年、軍政廃止に伴い、軍道指定解除、廃道。両層を上げて県道に編入する、要県知事に陳情を行う。同年九月、横浜村道に指定。昭和二年、 道の区横浜駅より、県道に通じる道路敷地として19人の地権者が、田畑宅地を寄付。昭和3年、県道指定。昭和9年、停車場白港線道路の改良工事を損否をもって実施。また、横浜白線の県道補修2600メートル、施行。昭和28年、横浜村と泊り館に、 村営バスを通す計画を運輸大臣に陳情するも、実現しなかった。昭和三十六年、県道認定。昭和四十四年、野辺事務。津間の道路が国道二百七十九号に昇格。昭和五十七年四月、横浜バイパスが供用開始され、国道二百七十九号はバイパス側に指定変更される。昭和五十八年四月、旧国道部分が。 県道179号に指定。2005年7月、六ヶ所村パク横浜城、横浜間が、路肩崩落のため1ヶ月ほど通行止めになったことがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。